お疲れちゃんスラットです。今日ですね、誰でも勝てる夢のようなデッキを見つけましたんで、そちらをちょっとね共有したいと思います。さあこちら高回転の虚数系枯渇目のクローンですね。はい、まあなんか枯渇要素がいっぱい入ってる虚数系クローン、しかも高回転ということで、まあこちらがねマジでやばくて、トロ爆上がりしたんですけど、私そう、300ぐらい1日で上がりました。3,400ぐらいかな。そうで、このデッキたまたまなんか見つけたんですよね。なんかいいデッキねえかなと思って探してる時に、この日本のね、どこだ、これヨッシーさんという、まあ多分メガナイト枯渇部使いの方かな、はい、がデッキ瞑想中っていうくらいにいて、なんかこのイカチーデッキをね使ってたんですよ。そうだから多分この方がね作られたデッキだと思うんですけど、そうで、もうなんかおもろそうやんつって、はい、使うとめっちゃ良かったです。でもう海外でもね、はい、なんか使ってる方もいる、すでに流行り始めてるこの虚数系枯渇クローン、はい、ちょっとね皆さんに騙されたと思って実は使ってみてほしい。めっちゃ強いです。はい、なんかね、なんだろうね、まあ高回転の施設ウッド系が苦しいですね。枯渇とか 2.6 億とか、あとはまだアチャクイロイフグとか虚数系フグとか、まあそういう施設ウッド高回転はめっちゃきついです。はい、まあ、けどそれ以外中型から大型にはねマジでクローンしとけばなんとかなるっていう、めちゃくちゃなんか優秀なデッキですこれ。よし、さあしかもね今回チャンピオンがなんと入ってないんですよこれ。おー、いや枯渇きついっすね。大砲、まあインフェでもきついんですけど、さあ吹き矢、まあ流行りのマイティ枯渇かな。これ虚数系のフィジカルで危ない。いやマジであれ強すぎて、これさめり込み出た、めり込み、はい一発よし、あの枯渇とか施設ウッドにはね、こんな、なんかおちゃらけ攻めでやっていかないと攻めれないんですよ。ダメージ入らないんですよ。さあスケルトン部隊が天才スケバレア施設、まあ小物系は適当にウッドとかマイティバッカーでね行かれるんで、キョスケがちょっとマイティ辛いっすね。俺もこのままなんなら逃げ切りたいぐらいだね。まあロッキー削り、ロッキーがあんのか、ワンチャンロッキーがないまで見える。大砲使ってくれ。あー使うよね。よしよしよし、ロッキーがないまで見えたな、もしかしたら。バッカーで行かれちゃうかな。残ってるしと思って行ったんですけど、怪しかったかな。まあ残ってるし、いやマジマイティ強すぎてねハゲちまうマジでこれやばくない。いやさ気づけば追いつかれてます。どうしようかな、これマジで勝てないんですよね。最初の虚数系一発がでかすぎる。でもこれ分かった、虚数系はなしのクローンしてけんだ。お、奇跡が、奇跡が起きそう、奇跡が起きました。はい、っていうデッキです。危ねえというか、もう通れば勝ちだし守られたら負けですでもこれがねマジなんか強いんだよね。そう、キョスケありで、なんだろう、よくするのはキョスケスケバレコウモリクローンですね。僕はめっちゃそれ基本的なやつ、キョスケスケバレコウモリクローンをできるんだけど、後半とかもう焦ってたりとか何もなかったらとか、まあ、相手によってはもうキョスケを出さずにもうスケバレコウモリなんだ、吹き矢クローン LSP で回して、もう一回スケバレ吹き矢コウモリクローンみたいな無限コモフクローンラッシュができるわけですよ。これがねなんかええ感じに刺さるんですよね。
そう、まあ、キョスケいたらいたでね、もう本当ににゃーぐちゃぐちゃーみたいなこともあるんですけど、キョスケなくてもいけます。はい、っていうのでマジ無限クローン、いやこれ相手こんなんしてきたらね結構きついんですよ、普通に対応できない。そうだから施設がうっとない相手はもうねみんなビビっちゃうっすよね。ふざけんなよこんなデッキ。さあエレキ、いやキョスケ合わせたかったっすけどないんでね、エレキ系はねやっぱタル系がちょっと少ないんでね、これだけはちょっと、いやーいいトルネードやん、うまっ。エレキトルネか、スキャラとかかな、あスパーキーちゃんマルス、トルネ使ったんでザップかな。アイスイーツ、あースキャラの方でしたね。まあちょっとめんどいな、相手は待ちたいからね、俺は高回転でガンガン行きたい。インドラぐらいそうやってね、さあゴーラー、あーシャアなし合わせるか、全体的に重めだね。アイスイーツエレキのさあインド、トルネもフリーズもリセット系がちょっと相手多いんでね、やべ、あこれ金ギドだ、いやでかっ、ミスってる、いやーちょっと俺の黒もミスったから、まあトントンか、うん、フリーズけたらエレスピ、さあどうしようかね、なんかこれ行ってもいい気がした、エキシーズエレキさん、めり込め、いけいけいけ、押せ、来た、一発入ってんなあれマジで意味わかんねえでしょ、これでいいかんな、でも黒は簡単になっちまった。いやマジでこんなに端前から行くデッキじゃないんですよ、このデッキ、ただ爆破でなんとかなったんだ、こんな、あーうまい、デイリキか、やばい、とりあえずクローンかけとけばね、いいことが起きない。スケバレの落下ダメージ入れてもらってよしよし、しかも LSP 打ったらからね、意外とスケル行きが豊富っていう、取れないかな、マジ俺スケバレを届ける人になってるから、今届けさせてマジでスケバレを届けさせてくれると、よい、いやもう無限に俺のターンだよこれ、やばくない、いやーここ延命できたらね神だったんだけどな、さっきから延命が下手やね、よし、はい、一応俺のターンですけど、アイスイーズかなんか来んな、あーフリーズか、まあでもカウンターがね控えめだからね、はい、やばくねこれ、ガチでズルしてる、ズルしてんのかっていう、いや今回キョスケなしバージョンどうだろう、まあもうピキアが、ああちょっとやばい、まあでもトレン使ったし、ね、なんでこう戻ってもらって、インドラ戻ってもらって、このダメージをひっくり返すのは苦しいぞ、いやーでもボーラーが強えんだ、そうやね、ちょっと流れが怪しくなってきたわ、って見える、そんなことはない、ワテにはエレスピムウッドマン、うん相手もね防衛したら必死に、俺もう守れば勝ちっすね、これさあ、さすがに
危ないように見えましたが、謎にマジで攻めてるだけでカウンター来なくてね、これが施設あるだけでね、また話が変わるんですよ。相手も喜んでる、ほら必死にね。 OK、 いやマジでいい、これで最多更新してるからね今、今期のずっとマジ天才だな、このデッキ思いつくの。こんなん考えれないよね、まあ、なんかメガナイト枯渇みたいなデッキしてるもんね、中身スケバレコウモリいて、いやすごいっすね、めっちゃ楽しいなこれ。そう、まあ、ささなんか手刺さるしね、刺さんなかったらまあどうやって通そうって考えるのもねまたいいですからね。そう、キョスケを出すのか出さないのか、なんならキョスケの逆サイドにねスケバレ飛ばすとかも結構意外と良かったりしますね。キョスケコウモリとかキョスケフキアで攻めながらの逆サイスケバレで、どいやそっちクローンすんのかみたいな、そうどっちをクローンするのかわからないよ作戦もありです。さあこの人は迫撃で上手い人ですね、けど今は知らない。まあ墓石がちょっともうやだな、ね、あー遅延スケラっぽいね、ウッド使ってレスク使ったからスケラ打ち得チャンスだよ。まあ硬いな、キング起動はされたくないよね。誰かな、すごい控えめです今私、なぜか遅延スケラ使ってんのか。ああ、いやめっちゃ美味しいなこの武器マジ。これでも意外と遅延スケラに勝てるんですよね、僕のこのクローンを使った上でのアイスイズとベビー。アイスイズ嫌だな、マジ。フキアを持ってこない、やべやべ、めちゃくちゃただただ普通に綺麗に防衛されてる。いや、 やっぱコウモリ作るべきだったか、多分そうですね。いやでもこれももう粘りとなんとか気合で頑張るしかないっすね。クローンなマジかけてもな、その口でけえドラゴンといろいろいるとね。耐えるなよ、うわ、いた、いや、ここのためちょっとでかいぞ。やべえ、全部された。今クローンじゃなくてユニット追加だったらあったな。てか防衛強っ、ケツ踏みましたね。おお、キング起動で、いやマジかよ、ジンスケだな。でも意外とね今まであんま負けたことなかったんだよな、序盤の立ち回りか、痛すぎ。あめてそのポイズ取るで、あーもうナイトならもちょっと許せんな。きっちぃが、クローンデッキはワンチャンがあることで有名です。はい。ゆっくり行こうぜ。結構ヤクザの攻めをしたいんだよね。
マジワンチャンありそう。やべ、本当に通るの？マジでどこをどうやら通るんだよっていう、はい、探っても出てきません正解が。マジでナイトがちょっとな、いい味出してんな。マジで回転速くなってさ、ちょうどこれがね、また4クス系だとね、やべ、ほんの一瞬ちょっと間に合わねえとこもあるんですけどね。そんなのが完全にないよ。おおおおお、時間あればワンチャンみたいな。まあさすがに通んなかったな。まあね、こういう鉄壁系が厄介ですね。まじ施設ウッド系が、まあ、厄介ですけど、まあゼロじゃないですからね、やっぱクローンだと。まあ今なんかホグとかだったらね、俺がまあもう遅延付けがきついようですけど、クローンだからねっていう。最後のね、まじ数十秒で謎の大逆転もありますから、まあそれがまたクローンデッキのいいとこだしね。逆に相手が完璧すぎるとね、今みたいにキッチーンってなっちゃうんでね、それはもうそれでドンマイ、はい、切り替えていくしかない。さあ神相性を祈るのみだから、相手が呪文とか少なかったらありがてんだよな。マジ施設入ってなくて、まあザップだけとかね、そうそういうのがいい、ね、あとマジアチャとかいないとか、ああいう系がいないだけでも幸せになれる。もうどんだけ上手いプレイ相手にも相性取ってればワンパンできますからね。さあよろしく。見ない顔だね、こんにちは。相手からも思われてるかもしれない。さああんまキング起動されたくないんだよなぁと思いながら不機嫌にしちゃう。おお、いい流れやん。ザップはザップ取れではないんだよ、ペッカバルーンじゃない限り。おお、ラバホリで、ラバルだ。ラーバル珍しいね。スケドラが嫌だな。あーでかっ、スケドラとババが今マジ嫌だったんですよ。それ使ってくれたかな。うわ、矢の雨だったん。うわマジかよ。ハイザップじゃねえのか。メガゴでしょでも。いや珍しいぞこれ。インドだったら、え待って、ラブじゃねえのこれ。もうまず。なんだダクテイメガゴババリが。マジキモいキモいキモい。何これ。もうやばい。やばい。事件が違った。いやでも。やめろダックリ。お前、そういう時は。ピコーン。いやー。で、なんだこれは。あ、マジできつい。やばすぎ。まあまあまあ、間抜き知らなかったね。おぉ、矢の雨の。ダークプリン。おぉ、こりゃまたすんごいの、お主。リガースケラか。いや、2000のダメージ結構痛いけど。まあ、2000で済んだっていう考え方もできる。でも待って、ヤナムザップ無理じゃね、冷静に。お、事故れるぞ。チョスキが走れザップ。まあまあまあ、これやっぱケツから組まなきゃダメか。いや鉄壁すぎんだろ。いやこのケツちょっと持ってねえかな。先行しないでほしいけど、しちゃうよ。
やマジである、いろいろ事故れる可能性はすごいある。一発入ってんじゃね、うわマジグンデス入ってるマジでやらめ使った、しかもいやーまあまあまあ ED ガードする。でもこれで対空なくなって相手は、ここで無茶しない、いやらしくいこう。いやーマジで何立ち回りすげえ変えるんだよ相手、ディガー削り、何その引きこもりの立ち回り、めっちゃ嫌なんだけど。最後ディガースキラ組んだよ、やべ、ああとちょっとが、あとちょっとよこれもう、もうマジ最初のさ謎の2000ダメっすよね。いやまあすごいね、マジ最近のクララは進化しすぎてんな初めて見たこんなデッキ。いやちょっと最後負けたもんね、やだな、ちょっともう一戦か。まあ冷戦やばいな、あのデッキでも。また、やっぱり覚えとかないといけないね。ハウルみたいな。ラウル。親戚か。ヤナメザップか。いやー、ヤナメザップでもここまでいけるからね。インフェイヤナメザップにでも、そう。そう、だからなんかシーツ打ったのがきついんですよね。ヤナメザップだったら、結局なんか回転ぶっ飛んでなんとかなったりするんだよね。いやーダークプリギメガゴーバーバー、くそー、絶対いつか刺さる時がありましたね。さあ、はねはねさん来ちまおうた、よろしく。はねはねさんマジでな、ちゃんと上がってるの毎回見てっからな。よいしょ、はねはねデッキだ、中身がわからんな。でもはねはねさんトルネは絶対ないからな。ザッピー、マザネクあたりがよく入ってるイメージがある。さあ呪文をまず調べなきゃいけないね。あーポイズン好きだからじゃん。そうなると非常にスケルトンラッシュの香りがしてるが、ポイズンともう一枚だな。やなめだとちょっと嫌だけど、もうこれ暑いんじゃない？雪とかだったら。マザネクも知りません。こんなんもなんかいい感じに、いい感じに豚がすげえ。おーでもコウモリめっちゃやばいなこれ、冷静に。あでも思ったより来なかったし、あれは何の爆破だったの？さあ、いやこれはめっチェイウッドからのヒット、これよ。でもあんまコウモリまで行くとね、ちょっとポイズンが怖いんで、控えめ行こう。控えめのスケバレ吹きやクロン、いやマジこれめっちゃきついよ多分ね、花嫁さんこれポイズンだけなんだよね呪文が。そうだからマジの神相性、100ゼロ相性引いちもたっすね。多分マサネクいるとかねあんま関係ないんですよね、マジマジアチャの方がきつい。キョスケクローンぶっぱした時にね、結局マサネク追いつかないですからね。さあ、羽根さんもね、
もうこれきついよラットくんって言ってる。でも今コント考えてるわ。さあさすがの神相性ということで、でもこれマジマルチジョイでもうね、これが定期的にやります。はい、あ神相性だラッキーっつって無料でもらえることが多々あるので、ちょっと皆さんもねやってほしいな。ウィザードとか持ってる相手には、まあ、両サイド攻めたりだとか、まあ、高回転で2周目が相手は間に合わなかったりとかもするんで、まあ、そういった立ち回りでぜひねやってみてください。よければチャンネル登録、高評価もねお願いします。ではお疲れ様でした。またね。